三枚のお札。昔々ある山寺の小坊主が栗拾いに行きたくなりました。和尚さん、山へ栗拾いに行ってもいいですか？小坊主が聞くと、和尚さんは答えました。栗拾いか。しかし山には鬼ババが出るぞ。でも。小坊主がどうしても行きたいとダダをこねるので、和尚さんは三枚のお札を渡して、困ったことがあったらこのお札に願いをかけなさい。きっとお前を助けてくれるじゃろう、と小坊主を送り出しました。小坊主は山に入ると、あるわあるわ、大きな栗がたくさん落ちています。小坊主が夢中で栗拾いをしていると、突然目の前に鬼ババが現れました。うまそうな坊主じゃ、家に帰って食ってやろう。小坊主は身がすくんでしまい、叫ぶことも逃げ出すこともできません。そしてそのまま鬼ババの家へ連れて行かれました。恐ろしさのあまり、小坊主が小さくなっていると、鬼ババは牙をむいて大きな口を開けました。大変だ、食われてしまうぞ。小坊主はそう思うと、とっさにうんちがしたいと言いました。何、うんちだと？あれは臭くてまずいからな。仕方ない、早く行って出してこい。鬼ババは小坊主の腰に縄をつけて便所に行かせてくれました。中に入ると、小坊主は早速縄をほどき、それを柱に結びつけると、お札を貼り付けて、お札さん、俺の代わりに返事をしておくれ、と言いつけると窓から逃げ出しました。坊主、うんちはまだか？するとお札が答えました。もう少し、もう少し。しばらくして鬼ババがまた聞きました。坊主、うんちはまだか？もう少し、もう少し。またしばらくして鬼ババが聞きましたが、もう少し、もう少し、と同じことを言うので、もう我慢できん、早く出ろ、と言って便所の扉を開けてみると、中は空っぽです。ねえねえ、よくもいっぱい食わせたな。待てー。鬼ババは叫びながら夜道を走る小坊主を追いかけていきました。それを知った小坊主は2枚目の札を取り出すと、川になれ、と言って後ろに投げました。すると後ろに川が現れて、鬼ババは流されそうになりました。けれど鬼ババは大口を開けると、川の水をガブガブと飲み干して、また追いかけてきます。小坊主は3枚目の札を出すと、山火事になれ、と言って後ろに投げました。すると後ろで山火事が起きて、鬼ババを通せん坊しましたが、鬼ババはさっき飲んだ川の水を吐き出すと、瞬く間に山火事を消してしまいました。鬼ババはまた追いかけてきます。小坊主は命からがらお寺にたどり着くと、和尚さんに助けを求めました。和尚さん、助けてください、鬼ババです。だからやめておけと言ったのじゃ。まあ任せておけ。和尚さんは小坊主を後ろに隠すと、追いかけてきた鬼ババに言いました。鬼ババよ、わしの頼みを一つ聞いてくれたら、坊主をお前にやるがどうだ、と持ちかけました。いいだろう、何が望みだ？聞くところによると、お前は山のように大きくなることも、豆粒のように小さくなることもできるそうだな。ああ、そうだよ。
し、では豆粒のように小さくなってくれや。お安いご用。鬼婆は答えて体を小さくすると豆粒のように小さくなりました。和尚さんはその時すかさず鬼婆を餅の中に丸め込むと一口で飲んでしまいました。ふわっ、あっ、あっ、ざっとこんなもんじゃい。ん、腹が痛いな。ちと便所に。和尚さんが便所でうんちをすると、うんちの中からたくさんのハエが飛び出してきました。ハエは鬼婆が生まれ変わって日本中に増えていったものだそうです。おしまい。かぐや姫。むかしむかし、竹取りのおじいさんが山で竹を取っていると、一本の竹がピカピカと光り輝いていました。不思議に思い切ってみると、竹の中から可愛らしくて小さな女の子が出てきました。これは神様からの授かり物に違いないと思い、おじいさんは女の子を家に連れて帰ることにしました。かぐや姫と名付けられた女の子は、おじいさんとおばあさんに大切に育てられ、それはそれは美しい女性に成長しました。美しいかぐや姫の噂は瞬く間に広がり、5人の立派な若者から結婚を申し込まれました。ひっそり静かに暮らしたかったかぐや姫は、仏の御石の鉢、ツバメの小安貝、ひねずみの川絹、蓬莱の玉の枝、竜の首の玉を持ってくることを結婚する条件に挙げましたが、誰も果たすことができませんでした。やがて十五夜が近づくと、かぐや姫は月を見ながら泣いていました。おじいさんとおばあさんが泣いている理由を尋ねると、かぐや姫は月の都のものであり、8月の満月の夜に月から迎えがやってくることを打ち明け、おじいさんとおばあさんと別れるのが悲しいと話しました。おじいさんとおばあさんは月の使者からかぐや姫を守るために、侍たちが家の周りを守りました。しかし月の使者がやってくると、侍たちは動けなくなってしまいました。眩しい光を放つ使者を退けることはできず、かぐや姫は月の都へと帰っていきました。おしまい。どんぐりと山猫。おかしなはがきがある土曜日の夕方、一郎のうちに届きました。金田一郎様、9月19日、あなたはご機嫌よろしほで結構です。明日面倒な裁判しますから、おいでなさい。飛び道具持たないでください。山猫。はい、こんなのです。字はまるで下手で、墨もガサガサして指につくくらいでした。けれども一郎は嬉しくて嬉しくて、夜も眠れませんでした。次の朝、一郎は急いでご飯を食べて、一人谷川に沿った小道を上の方へ登っていきました。
途中、栗の木を見つけました。栗の木、栗の木、山猫がここを通らなかったかい？と聞きました。栗の木は、山猫なら今朝早く馬車で東の方へ飛んで行きましたよ、と答えました。一郎が少し行きますと、そこはもう笛吹きの滝でした。一郎は滝に向かって叫びました。笛吹きの滝、山猫がここを通らなかったかい？滝がピーピー答えました。山猫はさっき馬車で西の方へ飛んで行きましたよ。おかしいな。西なら僕の家の方だ。けれども、まあ、もう少し行ってみよう。笛吹き、ありがとう。滝はまた元のように笛を吹き続けました。一郎がまた少し行きますと、一本のブナの木の下で、たくさんの白いキノコが、どってこ、どってこ、どってこと、変な楽隊をやっていました。一郎は体をかがめて、おい、キノコ、山猫がここを通らなかったかい？と聞きました。するとキノコは、山猫なら、今朝早く馬車で南の方へ飛んで行きましたよ、と答えました。一郎は首をひねりました。南ならあっちの山の中だ。おかしいな。ま、もう少し行ってみよう。キノコ、ありがとう。キノコはみんな忙しそうに、どってこどってこと、あの変な楽隊を続けました。一郎はまた少し行きました。すると、一本のクルミの木の梢をリスがぴょんと飛んでいました。一郎は、おい、リス、山猫がここを通らなかったかい？と尋ねました。するとリスは木の上から額に手をかざして一郎を見ながら答えました。山猫なら今朝まだ暗いうちに馬車で南の方へ飛んで行きましたよ。南へ行ったなんておかしいな。けれども、まあ、もう少し行ってみよう。リス、ありがとう。しかし、リスはもういませんでした。一郎が少し行くと、谷川に沿った道は細くなって消えてしまいました。そして、谷川の南の真っ黒な茅の木の森の方へ、新しい小さな道が伸びていました。一郎はその道を上がっていきました。道は険しく、大変急な坂になりました。一郎が顔を真っ赤にして、汗をポトポト落としながら、その坂を登ると、突然、パッと明るくなりました。そこは美しい黄金色の草地でした。その草地の真ん中に、背の低いおかしな形の男が、膝を曲げて、手にカバンを持って、黙ってこっちを見ていたのです。一郎はなるべく落ち着いて尋ねました。あなたは山猫を知りませんか？すると、その男は横目で一郎の顔を見て、口を曲げてニヤッと笑って言いました。山猫様は今すぐにここに戻っておでやるよ。お前は一郎さんだな。一郎は急に自分の名前を言われぎょっとしました。え、僕一郎です。けれどもどうしてそれを知っているんですか？と言いました。するとそのおかしな男はニヤニヤして言いました。そんだらはがき見たべ。見ました。それで来たんです。あの手紙は随分下手だべ。と男は下を向いて悲しそうに言いました。一郎は気の毒になって、文章も字も僕よりずっと上手でしたよ、と言いました。それから続けて、あなたは一体誰ですか？と尋ねました。すると男は急に真面目になって、
わしは山猫様の馬車係だ、と言いました。その時、風がどーっと吹いてきて、振り返ってみると、そこに山猫が黄色の陣羽織のようなものを着て、緑色の目をまん丸にして立っていました。やっぱり山猫の耳は立って尖っているなと一郎が思っていると、山猫はぴょこっとお辞儀をしたので、一郎も丁寧に挨拶しました。いや、こんにちは。昨日はハガキをありがとう。山猫はひげをピンと引っ張って腹を突き出して言いました。こんにちは。よくいらっしゃいました。実はおとといから面倒な争いが起こって、ちょっと裁判に困りましたので、あなたのお考えを伺いたいと思いました。まあ、ゆっくりお休みください。じき、どんぐりどもが参りましょう。どうも毎年、この裁判で苦しみます。山猫は巻きタバコをくわえながら言いました。しばらくすると、山猫は突然巻きタバコを投げ捨てて、あ、来たな。蟻のようにやってくる。おい、さあ、早くベルを鳴らせ。今日はそこが日当たりがいいから、そこのとこの草を刈れ。と、馬車係に言いつけました。馬車係は慌てて、腰から大きな鎌を取り出して、ザックザックと山猫の前のとこの草を刈りました。すると、どんぐりたちがギラギラ光りながら、わーわーと飛び出してきました。裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りしたらどうだ。すると、どんぐりたちが口々に言いました。いえいえ、ダメです。なんと言ったって、頭の尖っているのが一番偉いのです。いいえ、違います。悪いのが偉いのです。そうでないよ。大きなことだよ。すると、山猫が一郎にそっと言いました。この通りです。どうしたらいいでしょう。一郎は笑って答えました。そんなら、こう言い渡したらいいでしょう。この中で、一番バカで、めちゃくちゃで、まるでなっていないどんぐりが、一番偉いとね。僕、お説教で聞いたことがあるんです。山猫は、なるほどとうなずいて、今、一郎が言ったことを、そのまま、どんぐりたちに話しました。すると、どんぐりたちは、シーンとしてしまいました。それはそれは、シーンとして、固まってしまいました。どうもありがとうございました。これほどのひどい裁判を、まるで1分半で片付けてくださいました。どうか、これから私の裁判所の名誉判事になってください。これからも、はがきが言ったら、どうか来てくださいませんか。承知しました。そこで今日のお礼ですが、あなたには黄金のどんぐり一升を差し上げます。馬車係はさっきのどんぐりをマスに入れて一升を測って一郎に渡しました。そこで山猫は言いました。よし、早く馬車の支度をしろ。白い大きなキノコでこしらえた馬車が引っ張り出されました。そして、なんだかネズミ色のおかしな形の馬がついています。さあ、お家へお送りいたしましょう。山猫が言うと、一郎と山猫を乗せた馬車が走り出しました。馬車が進むに従って、どんぐりはだんだん光が薄くなってきました。馬車が止まった頃には、当たり前の茶色のどんぐりに変わっていました。そして、山猫も、馬車係も、キノコの馬車も、一度に見えなくなって、一郎は、自分の家の前に、どんぐりを入れた、マスを持って立っていました。それから、あと、山猫、はい、
というハガキはもう二度と届きませんでした。おしまい。